師匠のビアです。毎日コメントありがとうございますえー、本日の日はですねえー。2024年のえー、1月5日ってことでえー、今からですねえー。動画の収録の方をね、行っていきたいという風に思いますえー。本日もよろしくお願いします。ってことでまああの、うん、1月になりますが。まあちょっとね、うん。あの年初からね。あのちょっとね。非常にあのね。結構いろいろあったってことで。 まあ、おめでとうございますっていう、ね、言葉を控えさせていただきます。なので、さすがですね、ちょっと本日のラインナップになりまして、まあ、あのーまあまあ、年が明けてもちょっとあのやることはあんまり変わらないってことでね、まあ、ただ、あのー、やっぱり、うんあのーまあ、こういう本日のちょっとラインナップになりますがです、ねえー、今からちょっと以下の映像をご覧いただこうと思います。今 今ですね。ちょっとあのうん、新潟県のちょっと魚沼に在住のアクティトラックさんがいはい。こちらの方にですね。まあ、うんあ、魚沼地区をちょっと開拓していただいてます。これからうん、こちらの方にですね。まあ、魚沼の,の結構魅力を伝えるためにいろ <laughs> まあ、私たちも結構うん。まあ、ちょっと魚沼にちょっと行ったことがないのでな、何があるのかはい。楽しみですね。まああのー？そう まあ自然、うん、結構コロナであのー、ああ熊が出るんですかすごいっすね <laughs> でもそんな自然豊かなとこはすごい、はい、えー、ちょっと映像をご覧いただきましたがねまあ、うん、そういう感じでねあのーうん、あのー、まあ今ちょっと、あのー、ご覧いただいてる地区はですねまあメタバース上の まあ、去年、えー、去年の十二月二十五日に、ちょっと収録して、まあ、ここのちょっと地区をですね。ええー、ここの地区をですね、まあ、あの、そうですね、魚沼の、要するに、あのね。まあ、あの、アクティトラックさんが在住の、あの、魚沼の、要するにね。まあ、あの、認知度とか知名度を広めるためにね、まあ、あの、メタバース用の地区にしていければ。と思いますし、まあ、今の、ちょっと、あの、サイトとか、S. N. S. でね。表現できないものはね、まあ、こういうような、あの、マイクラ。 メタバース空間で表現できるんじゃないかっていうことで可能性を感じてねまああのね私自身あの年初から、ね、動画を撮ってますなので、うん、まあそういう意味であのね魚沼ちょっとね私もあの聞くまではねあのー、まあちょっとねあの地名、うんあのー、そういう地名とか詳しくなかったんですけどちょっとあの年末年始にねちょっと魚沼のですねえー、ことですねえー まあ、あの結構報道がありましたので、その辺ですね、えー、マリンアナウンサ、ねえーに、ねあのまあ、そのちょっとあの記事を、ね、読み上げていただければと思います、えー、マリンアナウンさんよろししくお願いします関越道、小いで IC ならば風尾沼 IC に名称変更で3億円の費用も、経済効果は16億円、新潟・魚沼市の認知度アップへ。 新潟県と東京都をつなぐ関越自動車道肉子東日本は新潟県魚沼市内に位置する関越道の「小出 IC」の名称を魚沼 IC に変更すると発表した経済効果は16億円と見込まれているこの名称変更その経緯などを取材した高速道で魚沼の名称が使われていない理由 魚沼産コシヒカリの産地として知られる新潟県魚沼市関越道が魚沼市内を通っているが市内にある IC の名称は「小出で IC」と「堀之内 IC」となっていて魚沼という名称は使用されていないというのも魚沼市は2004年に旧古出町や旧堀之内町などと合併して誕生した自治体で 合併前に教養が始まっていた小出 IC と堀之内 IC の名称がそのまま使われてきたというわけだまた公共交通機関でも魚沼という名称はあまり使われておらず魚沼の名称が使われているのは JR 只見線の魚沼田中駅のみだという関東圏を中心とする10都県在住の任に行った認知度アンケートでは魚沼市の認知度が だったのに対し、小出 IC の認知度は魚沼市は知っていても、その場所が分かりにくいという声が上がっていた、市長選で公約に、小 IC IC から魚沼 IC へこうした状況から魚沼市の情報発信力の向上や、地域振興を図るため、内田幹夫市長は関越道の名称変更を公約に掲げ。 2020年に市長に就任した市は名称変更に向け地元の商工会議所などと協議会を設立名称変更の効果などを裏付けるために市民や県外の人にアンケートを実施し賛成が61%反対が38%と賛成の意見が多数を占めた名称変更に3億円も経済効果は約16億円そして 2023年12月20日、肉子東日本は関越道・古種 IC の名称を魚沼 IC に変更することを発表した。名称変更には高速道路や国道、県道に設置されている看板などの塗り替え工事などで約3億円の費用がかかるというが、民間の調査会社が行った名称変更における経済効果は約16億円にも上るという。果たして インターチェンジの名称変更がどれほどの効果を生み出すのか名称の変更は2024年秋ごろを予定している、ね、ええー、まああの魚沼のね結構あの知名度をねあの認知あの結構広めるためにも結構うん今も結構活動されてるみたいですね、うん、ただあのうんまあインターチェンジの,あの結構そこで要するにあのまあ小出 IC から魚沼 IC に まあ変更したっていうことでまあ、なんとなくあの小さいです <laughs>、まあまあ、小さい、うん、なんとなく、うんそのと、まあ,あの、の分かります、うん。ただ、あのー、まあ、通った人に、その要するにこ小で IC から、要するに、まあ、あのそこで、要するに、まああの,ああの車が通ってるので、こ小出 IC からまあ魚沼 IC にね、あの変更することで、まああの認知度とか、まあ知名度をね、あのー、 上げるっていうのは、ねまあ,あ,あ,あるんですけどまずね、そういうのは結構、インパクトみたいな小さいし、でなんとかあのこういうど高速道路の,あの変更数でも現代的じゃないですよね <laughs>。まあ、やっぱりあのこういう感じであの、ねえーまあ、メタバースの空間の中で、まあ、今はないんですけど、まあ、構築していくっていうのはね、やっぱりあのそうですね。 あの認知度とかやっぱり知名度を上げていくのにはねい一番やっぱりトレンドに乗った要するにあの認知度とかあの知名度の上げ方かなっていうふうに思いますのでまああのねまあぜひあの市長の方もですね、えー、まあこれあの参考にしていただいて、ね、まあコメント欄でも結構あのネガティブなコメントが多いので <laughs> まあまあそういう意味でねあのまああの メタバースの,あの空間を利用するってのね、あの知名度アップにね、えー、検討していただければと思います。まあ、そういう意味で、うん、やっぱりあの、ね、ビジネスをやっていくにですね、まあ,あの、私もそうですけど、やっぱり知名度って大きいですよね。まあ、今日もね、ちょっとあの、えーまあ、リモートでですね、えー、ダニエル弁護士、ダニエル、あのバーチャル弁護士にあのご出演していただくわけですが、まあ、あのね、えー 要するにダニエル弁護士はあの法律家であるとともにです、ねえー、経営者でもあるので、まあ、その辺、ね、あの、まあ、ビジネスとか、まあ、そういうものでやっぱり知名度っていうのはとかブランドっていうのは、ね、あの重要なのかということで、ね、まずはお伺いしたいのでダニエル先生ちょっと,あの、ね、ょっとあのリモートでご出演、ね、コメントよろしくお願いします。はい ビジネスにおいて知名度や認知度は非常に重要です。これらの要素は企業や製品、サービスが市場で成功するために不可欠な要素の一部です。以下はその理由です。信頼性と信頼性の向上、高い知名度は、顧客や取引先に対して企業や、ブランドの信頼性を高める助けになります。消費者は馴染みのあるブランドに対してより信頼感を抱き、 取引先は信頼できるビジネスとの取引を好むことがあります。市場競争、知名度が高い企業や製品は市場での競争において優位に立つことができます。広告やマーケティング活動を通じて消費者に自社の存在を知らせることで他の競合相手よりも注目されやすくなります。新規顧客獲得、知名度が高いと 新規の顧客を引き寄せるのが容易になります。消費者は信頼できるブランドや企業に対して購買意欲が高まり、新たな市場に進出する際にも有利です。価値の負荷、良い製品やサービスはもちろん大切ですが、それが十分に広く知られていないと、その価値が最大限に引き出されません。知名度や認知度は、製品やサービスの真の価値を顧客に伝え、評価される一環です。 総じて知名度や認知度はビジネス成功の基盤を築く要素であり戦略的なマーケティング活動や広告投資を通じて積極的に構築されることが求められます。ということで、えー、ダニエル、えー、弁護士、ありがとうございました。ということで、やっぱりね、ああのやっぱりね、まあ、知名度とかあのそうですね、認知度っていうのは非常にあの重要っていうね、まああの回答いただいて本当にありがとうございます。 なので <laughs>、ああ私自身も、ベガシティも、ウォール・マルも、<laughs> 全部ね、ねまあ、結構今も認知度は結構低い、世間の人にちょっと聞いたら誰も知らないって言うと思うので <laughs>、ベガシティに関してはまあ特にね私の名前なんか誰も知らないって言うと思うので、 まあ、あのやっぱりねあの、信頼性とか、まあ、そういう、うん、市場競争に勝つために、まあ、新規の顧客はそうですね、まあ、なので、まあ、あの普通の要するに、まあ、大企業とか、そういう会社がです、ねまあ、あのテレビ局に莫大な要するにあの広告費を払ってです、ねまあ、知名度を、ね、あの全国的に広めるっていう戦略っていうのは、ある意味あの合理性があるっていうことね。 まず、おそ、えー、ちょっとダニエルあの弁護士にね、えー、教わりました。まあ、ちょっとね、そこまでのちょっと広告費は出せないので <laughs>、まあ、あのそこね、あのー、まあ地道にね、ちょっとやっていきたいので、まあ、やっぱりね、あのー、そうですね、知名度さえあればいいってもんじゃないですよね、ただ <laughs>。まあ、一部一部っていうことですね。まあ、やってる、やっぱり、ね、まあ、広告費出せないっていうんだったら、やっぱりやってることの、まあ、 ことで、要するにどん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 広めていくっていうね、まあ、ことですね。それをね、ちょっとやっていこうかなっていうふうに思います。まあ、そういう意味でね、まあ、今はまあ、魚沼の要するに、あのね、まあ,あの、視聴者の方の、まあ、とか、あの参加されている方のちょっと地区を広めるっていうのを活動をね、やってるとこはどこにもないと思う。うん、特にメタバースとか、まあ、あ生成 AI とか使って広める活動をやってるとこはね、ほとんどないと思うので。 まあそういう意味でもね、ちょっとあの魚沼をね、あの広めてい、うん、きたいなって、まあそういう結構目新しいことをやれ,やれば、うん、もう当然話題になるというふうにね、ちょっと見越してやっている部分はありますので、まあ余計なことで喋ったら結構反発も強いんですけど、まああのそ,そういう意味で結構魚沼、まずちょっと魚沼に関してちょっと広めていきたい、まあ日本中に、世界中に広めていきたいっていうのでね。うん まあ、あ,のあるんですけどまずねちょっとマリアアナウンサーにですね、えーまあ、新潟県の魚沼あの新潟県ですね、新潟県の魚沼って、まあ、あのどういうところなのかっていうのはね新潟県魚沼市は日本の中部地方に位置する地域で美しい自然景観や特産品で知られています以下は魚沼市の特徴や魅力的な点のいくつかです自然美 魚沼市は山々に囲まれ、四季折踊り地の美しい自然が楽しめます。特に冬には雪国として有名で、雪景色が広がります。冬季にはスキーやスノーボードが楽しめるスキーリゾートもあります。コシヒカリの産地、魚沼市は日本有数の米どころであり、特にコシヒカリは有名なブランド米として知られています。おいしいお米が育つ土地柄であり、 地元の農産物も豊富です。温泉地、魚沼市には温泉地もあり、観光客や地元の人々に癒しの場として親しまれています。温泉でリラックスしながら、美しい自然環境を楽しむことができます。歴史と文化、地域には歴史的な観光スポットもあり、伝統的な建築や文化に触れることができます。 歴史ある神社や寺院、伝統的な行事などが訪れる人々を魅了しています。観光農園、農業が盛んな地域であり、観光農園が訪れる人たちに農作業の体験を提供しています。これによって、地元の農産物や農業文化に触れることができます。魚沼市は四季折々の美しい景観と、おいしい食材が楽しめる地域として、 観光地として人気がありますからもう結構自然豊かなと,ところだよとか、あと、要するにまあお米のこととか、非常にね、まああので、結構雪国っていうこともちょっと聞いてますね、まあ、そういう感じで、結構自然豊かで、結構スキーとかスノーボード楽しめるってことで、まあ、今の時期は結構、スキーとかスノーボードに行きたい方も結構いると思うので。 まあそういう面で、まあ、何かと結構 <laughs>、このちょっとメタバースを、ね、あの年末に作り始めたところなんですけど、まあ、雪とか、まあ、あとやっぱり腰光とか、まあ、そういうことをね、あとやっぱりまあそういうのをね、あの今までだったら SNS とか、サイトで表現する感じだったんですけど、まあ、こういう感じでメタバースであの表現して、ですね、まあ、独自のことをアピールしていくっていうのはね、まあ、あのこれからの時代だと思います。あとやっぱり生成 AI ですね はいまあ、去年、さんざん話題になった生成 AI で、要するに、ね、あのこういう感じであの、ねえー、広めていくっていうのは、うんまあ、非常に現代的かなっていうふうに思います。まあ、そういう意味でね、あのまあ、あのちょっと記事にもあったんですけど、まあ生成うんでえー、やっぱり大沼の,、ね、あの情報発信力とかです、ねまあ、あの地域振興を図るためメタバースは役 まあ、あとやっぱりあのメタバースとともにですね、生成 AI ですね。まあ、生成 AI とかメ,あのメタバースは非常に役に立つかっていうのはちょっと聞いてみたいというふうに思います。なまあ、なぜかとも、うん、まあ、メタバースも結構生成 AI も、あのうん、まあ、あまりちょっと先ほど申し上げたあの広告費 <laughs>、まあ、結構あまり今は現在ち知名度がなかったり、結構広告が打てなかったりする。 ねあのー、ところにとっては非常にあの有益なツールだと思います。うんまあうん、なので、まあ、そういう、ね、結構ツールを使ってですね、最後にですね、まあ、感じね、魚あの知名度、あのー、やっぱり情報発信力とか地域の振興とか、まあ、知名度アップ、まあ、そういうね、

AI 人工知能コンテンツ生成 AI はブログ記事観光ガイドプロモーション材料などのコンテンツを生成するのに役立ちます地元の特産品や観光スポットに関する興味深い情報やストーリーを作成することで観光客の興味を引き魚沼市の魅力を広く伝えることができます言語翻訳多言語対応の AI を活用することで 国際的なな観光客にも情報を提供しやすくなります。くりまこれにより海外からの観光客の誘致が促進されますメタバースバーチャルツアーメタバースを使用して魚沼市の観光スポットや自然美をバーチャルツアーで体験できるようにすることができますこれにより実際に訪れる前に地域の雰囲気や魅力を感じさせることができます地域振興プロジェクト メタバースを利用した地域振興プロジェクトを構築することで魚沼市の魅力を広くアピールできます例えば仮想のイベントやアクティビティ地域特産品のバーチャルマーケットなどを通じて地域経済に寄与できますこれらの技術を組み合わせて魚沼市の魅力を効果的に発信し地域振興を進めることができますただし地元のコミュニティとも協力して 地域の文化や伝統を尊重しなががら取り組むこと重ので、まあ,あの、うんまあ、こういう、まあ、そういう感じでね、まあ、生成 AI もあのメタバースも非常にあの現代的な技術ってことで、まあ、そのちょっと技術を、まあ、やっぱり、あのー、ね、組み合わせな、うん、組み合わせながらっていうところはね、あの非常に重要になってくるかなっていうふうに思います。まあ、そういう感じでね、ちょっと、年末はね、まあ、こういうような感じで、まあ、何もないところからね、 まあ、アクティトラックさんが、ねまあ、あの開拓していただいて、ねあのまあ、バーチャル上で、ね、あのあのウォールマンを、ね、アピールするってことから始まったわけですが、まあ、こういう感じで、ねあのまあ、メタバースと生成 AI を結構生,み、まああのつまあ、生成 AI とあのメタバースはあの非常に相性がいいのでそれをちょっと組み合わせながら <laughs>。 まあここからね、まああの広告費ゼロとかね、いろんなあの取り上げてくれるメディアゼロっていう状態からですね <laughs>、まああのいろんなね、まああの感じで私のちょっと YouTube 上からいろんなね、私とかまあベガシティとか魚沼とかね、アクティドラックさんとか <laughs>、まあ広めていけばね、結構それはすごい <laughs> すごいことだというふうに思う、まあそれちょっとあの実験してみたいっていうか <laughs>。 まあ現代的なあの技術をもう最大限活用して、ね、ローコストで、まああのね、いろいろあの魚沼とか、まあ、周りの人の知名度を上げて、まあねまあ、経済的にもちょっと潤う感じに、ね、していければいいかなというふうに思いまあそういう意味でも2024年、ねまあ、あの魚沼を世界,に向けて世界に向けて発信していきたい魚沼の,、ね、あの魅力を、ねまあ、日本どころか全世界に。 全世界にあの発信していきたいというふうに思います。まあ、そういう意味で、まあ、年初のね、ちょっと、まあ、あの、親中対,対談ということで、何やる弁護士ね、マリンアナさんサー、ありがとうございました。ということでね、まあ、あの、魚沼の,のね、あの魅力を伝えて、で、まあ、あの、全国的にも結構、まだ、あの、ね、知名度がないところのね、あの、ね、まあ、あの、そう、知名度向上ということでね、まあ、あの、 そういう拠点、あの、ベガシティが拠点になっていければいいかなっていうふうに思ってます。ってことで、最後までご視聴いただきまして、あなた、失礼し,します。さら。